はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド、ライブ配信始めていきましょう。といっても、こちらでプレイするわけじゃなくて、リーグ戦の BGV 編です。3人組のイルミネーションマッチ、こちらも開幕、開幕、もう決着までもうちょっとなんで、これを機にもう最後のシリーズをここでやっちゃいましょうということで、A ブロックはもう吉岡正規組がトップ、勝ち抜け決定ですね。多分追いつかない。こちらもダイナマイトバイス組が勝ち残って、 B ブロックはジェイミー組、ヒクレオ組、富豪組かな。富豪組はもう全試合終わってるんだっけ。あ、終わってるんだ。なので無理で、ヒクレオ組は1試合、ヒクレオ組と JB組の勝者が引き分けの場合は JB 組が決勝戦に乗ります。ダイナマイトバイス組はもう1試合ありますね。布団組もこれは追いつかないんで、JB 組、ヒクレオ組の決着ということになります。そして A ブロックは吉岡正規組が47点で、これは1敗のみかで、1引き分けがある以外は全勝で勝ち上がり決定で、A ブロックは次のラッシャー木村ももう全試合終了ということで、習っているブラックキャット組ですね、こちらが1試合残ってます。太陽党仮面組か、どうなんだ。太陽党仮面組は20点なんで、結構簡単に勝ち残れそうな気はするんですけどね。正規組は1敗1引き分けのみで、なのでブラックキャット組が引き分け以上であれば、ブラックキャット組の進出で、負けた場合はラッシャー組と、これがブラックキャット組引き、予選リーグは引き分けでしたが、こちらの2位進出決定戦ということになります。果たしてどのような結果になるのか。配信はツイッチでお送りしております。ツイッチアカウントフォロー、リポスト、アカウントフォロー、チャットコメントお願いします。マイツイッチプリーズアカウントフォロー、チャットコメントプリーズ。そして、YouTube に2日後25日を21時ごろにライブ配信予定です。プレミア公開アーカイブ配信予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。マイ YouTube チャンネル This Live Archive Upload 2 Days After マイ YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド and グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。こちらのアカウントのフォロー、リポスト、いいねもぜひお願いします。Twitter X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタン。では試合やっていきましょう。自動進行でいきます。ではリーグ戦終わるまでしばらく、ご覧ください。さあ、まずは
スパイビー、シーマー、そしてこれはカズキって誰だ、おお、なんたらかたカズキ、大久保和樹で組ですね。そしてそれに対抗して入ってくるのがリックフレア、元氏、大久保元氏、そしてパック組が入場してまいります。ルールは普通のプロレスルール、45分やったっけ、30分一本勝負、カットはありとなっております。なのでサブミッションが使える選手が、まあ、有利ということは言えるかと思います。ではしばらくこのままお楽しみください。なおですね、夜はおそらく「ファミコンウォーズ」の BGV をお届けすると思います。こちらもぜひお楽しみいただければと思います。ではまた。
Thank you.
Thank you.
気持ちになれない。また弱くて重なって。悲しいのはなぜだかわかるけれど、思い出にはしたくない。Greedy。期待して勝手に逃げ出してる。そう素直になって自信は。
We'll be right back.
We'll be right back.
さあいよいよ決勝トーナメントです。一旦セーブしましょう。リーグ戦どうなったんだろう。ダイナマイト分野47点だ。伊藤組が2位ですね。勝ち上がったのが。伊藤芸大朝子組。続いて A ブロック、 A ブロックは吉岡正規にブラック、ブラックキャット組が追い上げてますね。3点差まで追い上げました。ラッシャー木村組が立ち遅れまして、残念ながら決勝進出ならずということで、では行きましょう。まず決勝トーナメント第1回戦は吉岡正規対伊藤貴文組です。さあバトルライガーを先頭に入場です。あ、さあサンバーサコフベントゥーゲレーダー、そして伊藤貴文、さあ決勝トーナメント3試合を残すのみとなりました。伊藤貴文と吉岡正規、吉岡正規は B ブロック1位で決勝戦出です。お、リスイングの攻防から腕しぎ、吉岡。さあ今度は伊藤が腹固め、さあ足を攻める吉岡。さあ一方ライガーとバトルライガーとフベントゥゲレーラ、ライガー格闘技モードです。おっと浴びせ蹴りが不発、おっと投げます。お、コブラツイスト。
ブレーンバスター、サイドバスターです。タッチ、ドップキック、さあ大気攻撃、蹴りです。さあパンチを打つ、蹴りで、さらに4点ポジションの膝、サンバサコが足を攻撃、フエントゥゲエアイタッチ、クシャシアイアット、でスプラッシュ、ドープキックは発、タッチ入ります。ブレバスター、そしてムーンサルト、ライガーがカットです。ネックブリカドープ、サンバサコイタッチ、ドポキーク、マシゲリー、バークドロップ、串出し、突き刺さります。フットスタンプ、体重が乗ってるフットスタンプ、サンボ浅子を攻めます。サンボはフベントゥゲレーライタッチ、おっとブラックキャットだ、ブラックキャットとフベントゥゲレーライを大怪我戦、ブレーンバスター、メキシコ対決、ドッキーきます、クロニコブラックキャット、ヘッドロック、ブレーンバスター、アームロック、さあ腕を攻める、ライガーの腕を攻める、結構長くアームロックにかかっている、おっとなんだこれ、結構危険な技だ、決まってしまった、ライガータップ、それを蹴り、ブラックキャット、おっとこれは腕しぎだ、トップキック、
ちょっと腕が下がっているブラックキャットです。レイアットに叩き込むが、さあ固めます。 2.9 フレーン、ソバットに合ってしまう。追い詰められていく。正面からフロントキック、ダブルアームスープレックス、おっと正面から、おっとファルコンアローかな、カットに入る。ヒットバット、ブラックキャットにタッチ、ちょっと違う、 DDT くしゃしライアット、そして足を攻められる、決まってしまった。さあこれで残り1人、おっとモンキーフリップ、だがパワーボム、スリーカウント、伊藤貴文組が決勝戦進出です。さあこれで伊藤貴文組が決勝戦、ダイナマイトバイス組対、あブラックキャットか、初夏正規だ、間違えた。さあダイナマイトバイス対ブラックキャット組の準決勝戦です。まずは入ってくるのはダイナマイトバイス組、オリジナルレスラーです。ダイナマイトバイス、モテギ朝川を連れて入場してまいります。そして一方でブラックキャット組も強烈、藤原となんか女格闘家、アビーとともにリングインです。カバーに入ります。うん、バックドロップ、カバーに行く、カウント1、モテギにタッチ、腕を取るモテギ、スープレックスに投げる、
アビータッチ、ダブルドロップキック、ん、モテギから朝会タッチ、うれしぎだ、アビーを攻める、朝川おスイーパー、有形の選手やね、朝川って。もう外見とは異なって、おっと膝十字、膝固めかな、おっと同時目スイーパー、今度は腕しぎだ、プレバスター、ジェース、ドープキック、おっと藤原の足、膝十字、おっとこれは攻めますね、変形の、おっとこれはローリングクレイドルだ、モテギ、坂井たち、腕しぎだ、モテギ、権利はありません。さあ坂井と藤原、蹴りを打つが、そして膝固め、そしてお箱の脇固めを決めます。今度は膝十字、関節地獄、藤原はブラックキャットにタッチ、バックドロップ、まさかフライングメイヤーから、さあスリーパー、そしてり天井、変形の釣り天井みたいな感じです。メキシカンストレッチですね、大気合戦、ロープに振ってラリアット、そしてサソリに入ります。モテギアカット、モテギキーロック、その間に浅川からダイナマイトバイスにタッチ、細かいパンチ、そしてキャメルクラッチ、巻き投げからヘッドロック、フライングメイヤーかヘッドロックかな、グランドヘッドロックです。藤原タッチ、さあこれはちょっと関節対決は見合えるか、だがアーブリーカーにブラックキャットが攻める、腕を痛めつける、これは藤原にとっても援護射撃になるよ。カットです、またもメキシカンストレッチ、動きが速い、大気圧戦、落ちてしまいます、ん？これは反則ですね、チョークに入ってます。あとなんと立ち去ってしまう、
足を攻められる。ヘッドロック、脇固め、カットに入ります。このカットは早い。さあブラックキャットにタッチ、それを見て朝かいタッチです。バックドロップ2を打つ、脇固めだ。だからカットに入らないな。フロントネックロック、ブラックキャット、まだ余裕があるのか。あ、ここでモテギアカットに入りました。ブラックキャット抵抗します。それでおっと固める、カットに入る藤原。バックドロップ、トップキックは不発、藤原タッチ。おっと、じゃあ打って脇固め。相当首足4の字だ。ただ権利があるわけじゃないのか。お、ん？何がやるんだ？首を絞める。タックルに入る。そして膝固め？かかと固めかな？決まってしまう。落とす。今度はダイナマイトバイスで標的を定めますが、そのダイナマイトバイス、フロントネックロック。カットに入ります。さあこれはブラックキャットをコブラで攻めます。変形のコブラで攻めますが権利はありません。さあアビータッチ、ダマイトバイスもモテギータッチ、かかと落とし。さあグリグリだ、しかし入りませんね。ダイナマイトバイス余裕、モテギー余裕があるのか。またグリグリだ。これはさすがにカットに入る。脇固め、いや裏 STF か。ブレーンバスター決まった。固めます。あとカットが遅れる。あ 2.9 惜しい。さあこれでグリグリだ。カットです。おっとキャメルクラッチ。おっとコーナーポストに上がってダイビング、ダイビングした。さあカットに入、カットを防ぐ。 2.9 わずかに及ばず。お、場外へ。アビーにモテギ、たまらず場外へ行ってしまいます。う、いそうと言い出したモテギ。椅子攻撃決まったが、ダマイトバイスに託すかな。ダマイトバイスを藤原にタッチ。お、なんだ
脇固めだ。これは危ない。ダマイトバイス。腕が完全に下がっている。もう一回脇固め。決まってしまった。これで茂木を残すのみ。茂木集中砲火浴びまして、腕脇固め、これあっさり決まってしまって、藤原外貨ブラックキャット組が決勝進出です。やっぱりこういうイルミネーションマッチだのタクマッチは関節が有利になっちゃいますね。決勝進出は伊藤貴文組対ブラックキャット組ということになりました。これともに2位ですね。2位が決勝に乗ったということになります。で、決勝戦の前少しお待ちください。さあお待たせいたしました。さあいよいよ決勝戦です。伊藤貴文組対ブラックキャット組の試合となります。まず伊藤貴文組です。サンバーサコ、フベントゥゲレーラ、そして伊藤貴文がリングに上がってきました。そしてブラックキャット組、アビー組、藤原組、そしてブラックキャット組、伊藤貴文とブラックキャット、フィストドープ、おう、ドープキックは不発、アビータッチ、
おっと、なんだ、ケリーです。パンチパンチパンチ、なこれは反則です。さあ3番サコ膝十字、藤原イタチ、藤原と3番サコ、藤原アビーでダブルをブレーンバスター、これは直行駅。倒します。膝を入れる、アウブリーカー、さらに脇固め、おっと、膝攻撃、ジャンピングパイルドライバー、はい、バックドロップ、脇固めが防がれる、と脇固め、ブラッキーアターカット、変形の追天井、チンロックかな、まあ複合関節技ですね。お、腕試技、ブラッキーアターカット、ドープキック、そしてアビーがマウントパンチ、今度はコントロールしてフロントネックロック、またをマウントパンチ、ブレーンバスター、またをマウントパンチ、ダメージを蓄積させていきます。アタックからまたも追天井だ、藤原カットです。ラリアット、ブラックキャット、そしてジャッピングパイルドライバー、アビーが足を攻めますが、これはカットです。バックを取り合い、スリーパーだ、これをフェントゥーゲレーラーカット、ギロチンドロップから、さあこれでブラックキャットイタチです。フェイントゲイヤーを3番サコにタッチ、3番サコとブラックキャットの
戦いになります。さ3本かけるで体当たりだ、カバーに行く藤原カット 2.9、 結構ギリギリだった。アームロック、さあ攻めている間に3歩どうする。バッキャット崩れ落ちる。3番サコ逆に投げる。お、どうするんだ。スイッシュアウトし、ボディブラックキャットボディスラムから藤原にタッチ。脇固め、即座にカットに行きます。アーブリーカー、またも脇固めだ。油断はなりません。おお、蹴りの攻撃。さあ膝十字、急所攻撃、おお DDT、 クエントゥゲレライタッチ、ヘッドバットだ。オカボワンヘッドバット、カバーに行きますが、これは権利がすでにない。おっと丸倒し、倒す真ん中に持っていって、これで脇固めを切れようというのか、いやブラックキャットにタッチです。起き手破りの、おっとそんなバカな道ドラ、カバーに行きます。 2.9、お、どうすんだ、丸め込む、スリーカウント、ブラックキャットがまずはスリーカウントを奪われました。フエントゥ・ゲレーラに、さあフエントゥ・ゲレーラ藤原をブレーンバスター、どうすんだ、これ飛ぶボディアタック、脇固め反撃だ。さあこれはちょっとよそ見してますね。または脇固め、カット間に合うか、カットは間に合った、ヘッドバットだ藤原、または脇固め、3回目は厳しいだろう。しかも脇固め目をくれずに違うとこ狙ってますからね、腕が下がってます。フェントゥゲレーラ、さあここで伊藤貴文タッチ、藤原倒したいところ、フロントハイキックヘッドバット、脇固め遅い、あーっとフェントゲーヤー出てまいります。ヘッドバット蹴りで逃れます。これ20分経過です。エルボーからフライングニールキックでしょうか、またお脇固めだ。これは厳しい。さあもう残るは3番朝子のみになった。次アビーたち2人ですね。あーっと脇固めだが、これは権利がない。アビー待ちます。すでに3番あそこも腕が降りている。マントパンチ反則カウント、脇固め、これは権利がないが
腕を破壊しに行きます。援護射撃だ。取れる。そして膝十字、膝固め決まった。この瞬間優勝が決まりました。ブラックキャット組、裏アキレス腱固めですね。ブラックキャット組が優勝を決めました。ブラックキャット組は44点ですね、稲葉大輝組負け、吉岡正規組とラッシャー木村組には引き分けでしたが、その他全部勝ちまして2位で決勝トーナメント進出となります。はい、ということで、この、リーグ戦はブラックキャット組が、優勝ということになりました。ということで、リーグ戦がまた一つ終わりましたね。この後もしリーグ戦を、次のリーグ戦はおそらくシングルマッチを予定しております。どういう戦い方になるかは、ぜひご期待ください。はい、見ていてありがとうございました。はい、ということで、見ていただいてありがとうございました。Twitch で配信を行いました。 Twitch アカウントフォロー、ぜひお願いいたします。プリッツマイ Twitch アカウントフォロープリーズ。アーカイブは YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live アーカイブアップロード my YouTube チャンネル Today's after my YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブドAnd good button, please. そして、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひご覧ください。アカウントフォロー。
リポスト、いいねお願いします。マイツイッターアカウント X アカウントフォロー and リポスト and グッドボタンプリーズ、はい、ということでファイアープロレスリングワールドライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。